高橋よしきから熊本懸命のディフェンス、木島、長谷川ともつれるように倒れて、ここは熊本だ、早いリスタート。さあ一気に熊本チャンスになる。宮崎エリアに入って、宮崎ふわって浮かせたボール、右足のシュート、木島にゴールが生まれて勝ち越しはロアッソ熊本。これは本当にあの木島の判断ですね、リスタート早いところからうまく走り込んで、ちょっと上げるタイミングがなくなったのかなと思ったんですけども、はい、よく入り直しましたよね。今このファールをもらってから一連の流れでした、はい、ここが早かったし、もうここ逆サイド上がってるんですよね、ここで上がるかなと思ったんですが、ちょっとタイミングしましたよね。この時に消えてるんですが、ここで入り直してまた出てくるんですよ。もうこれ本当に木島のファインプレーですよね、結局早いリスタート、そして最後フィニッシュ決めていったという木島。